はい、皆様、コミュニケーションの極意のアワーです。今日は11月29日月曜日ですが、今週1週間は皆様にコミュニケーションに戻ってですね、その極意をお話ししたいと思います。私もですね、勉強の途上にありますので、私の話が極意を語るとは限りませんが、どうか皆様と一緒に勉強していきたいと思います。今日は私の家の真ん前のですね、押切神社の境内からお話しいたします。はい、今日のテーマはですね、何でもかんでもすぐですね応答すると言いますかね、言い返す人はリーダーシップを取ってですね、グループの長になり、企業では部長になり、役員になり、社長になりというタイプですね。またですね、すぐ反応してパッと応答する人はですね、嫌われ者になって組織から外されてですね、食えなくなっていく人、このいずれかに分かれると私は思います。すなわちですね、さっと反応してですね、自分の意見をズケズケという人はですね、出世するか出世しないかのどっちですね。じゃあその真ん中は誰かというとですね、じっと反応せずですね、じっと自分を殺してって言い人間をやってる人です。人工高ず、へもひらずという言葉があります。お線香もあげないけれども、おならもしない人、それが大体ですね8割から9割だと思います。世の中8割から9割 5% はですね、意見がありますか、ちょっとはいはいって考えながらあやふやでも意見を通す人、これはですね、ずっと長い人生を見てるとですね、リーダーシップを取れる人ということで取り立てられてですね、先ほど申し上げましたように、部長になり、役員になり、社長になっていく人、あるいはですね、もう一方の対局にいる 5% がですね、はーいと反応する人は嫌われ者になってですね、あの人は嫌だなって、みんなに心の底で嫌がられて、実際はリーダーから外されてる人だけれども、自分ではですね常にバーッと主張するんで、リーダーとして取り立てられてると錯覚してる人、要するに嫌われ者か嫌われ者の 5% になるか、人の上に立つリーダーになるかですね。55、その他の8割か9割は人口高ずへもひらずという人がこの国日本には多いと私は思ってます。じゃあどれを、この3つの中でどれを選んで生きるかはですね、まあその人の好き嫌いですが、私はどちらかというとですね、ある時期からパッと手を挙げてですね、自己主張する方法を選びました。私はこのコミュニケーションの極意というテーマで YouTube 5年間発信してきてますが、こうして5年間もバイリンガルで YouTube に発信しているような人間ですから、まあリーダーシップを取りたいタイプなんですよね。はい、我が人生成功したか失敗したかはですね、まあ亡くなる時にああよかった、成功だったねと思えるかどうかです。クエスチョンマークつきます。はい、今日はこの辺りにしておきます。さようなら。